こんばんは。2024年、10月6日の夜でございます。大雨がね、ちょっと降ってきましたんで、またね、特に能登半島方面、皆さんお気をつけいただければと思います。で、10月7日、今日は10月6日ですけど、明日からね、10月7日。まあ、これはですね、ハマス政権の、まあ、攻撃化をきっかけにですね、イスラエルの暴走が加速した、10.7 から。1年ということになります。まあね、そもそもガザ地区の戦闘がね、明日で1年という言い方はね、実はね、おかしい、ね、言い方がね、おかしい、ね、表現方法がおかしい、ね、表現がおかしいんですよね。戦闘がね、1年っておかしい言い方で、もうずっとね、戦闘なんですよ、はっきり言うと、ね、ガザ地区なんて。でヨルダン川西岸地区についてもですね、この間何もなかったようにね、見えますけどね、毎日のようにね、ユダヤ人、イスラエル人がね、パレスチナ人のね、家に火をつけるとかね、車を壊すとかね、日常茶飯事でやってるわけでね、まあその上ですね、イエメン、あるいはですね、シリア、イラク、イラン、レバノン、ね、そういった方面、に対するね、戦闘もね、行っているというのがね、状況です。そして、イスラエル、ね、ネタニヤフ容疑者、今度はね、レバノンへの、ね、空爆もね、続けていますよね。そして地上侵攻、まあレバノンで、ね、いきなり、ね、ボガーンとね、通信機器が、ね、爆発するという事件が、ね、発生しまして、同時多発的にね、これはもうテロですよね、完全にね、子供も含めてね、怪我をしたりして、亡くなったりしてね、いう状況がね、続いています。はい。で、まあ、米国をはじめね、日本を除く G7 各国、1年前の当初はね、イスラエルを全面支持してしまったと。日本はちょっと距離を置いたんですね。だからイスラエルのね、首相のネタニヤフ容疑者も完全に突き上がってしまった。だから日本はね、日本でね、防衛協力をね、見直すとかそういうことはしなかったわけです。でもね、ちょっとね、距離は置いた。でもその結果がね、でも本当にね、今の惨状ですよ。西側諸国、日本以外のね、G7 がね、ネタニヤフをね、突き上がらせたつけですよ。だから米国のバイデン、ね、停戦の仲介などに動き出してはいますけどね、今年に入ってからね。だけど日本でね、バイデンはね、ネタニヤフに武器を送りつけてるわけですよね。じゃあ消火器を向けるふりをしながら火に油を注いでるって、ね、もうこれはもうマッチポンプって。だこれで火事が消えるわけはないよね。で、ネタニヤフ容疑者はね、他国へ行ってね、まあ、イランへ行ったりね、レバノン行ったりしてね、ハマスやヒズボラの幹部をね、勝手に殺したりして、これがテロでなくて、なんちゅうんですかって話ですよね。まあ、直近のイランのイスラエルのミサイル攻撃、軍事施設に標的を絞った、ね、ものでね、やっぱり限定的だったとも言えるんです。もちろん武力行使はいけません、避けるべきです。だけどね、その前に勝手にね、他国へ行って、殺人をね、犯してるのはね、ネタニヤフ容疑者ですよ。まあもうネタニヤフもあいつもね、このおっさんもね、あいつって言い方しないで、もうこのおっさんもね、引き込みはつかないんでしょうけどね。まあ自国内でね、汚職で事件に起訴されれば終わりです。戦争が終わればね、そういうね、汚職裁判もね、再開されてね、アウトですよね。で、一方で、このおっさんは、ICC ね、国際司法裁判所、刑事司法裁判所からもね、刑事ね、司法ね、国際司法裁判所だけだったらね、別の意味になっちゃう。国際刑事司法裁判所からもね、ネタニヤフ容疑者ね、指名手配されている状況です。なんかもうね、フリーパレスタインのストップボンベ、これだけじゃなくてね、フリーイスラエルフロムネタニヤフ、ね、やらないですね、もう、でなければならない。で、この間ね、でもね、我が広島市のね、平和行政、これはもう鈍すぎた。で、市議会はそれでも停戦決議をも求める決議出してるけど、市長は具体的な行動を取らなかった。政治が平和記念式典のね、招待状でね、早期停戦もね、もお願いする程度だと。だからロシア、ベラルーシに対してね、平和記念式典に招待しないという対応を取ったのと比べてもね、疑問はね、非常に多すぎたんです。まあ、俺は全部ね、呼べばいいと思うんですよ。だって、原爆を落としたら米国を呼んでんですよ。ね。それはいけませんよね。で、結局ね、まあ、広島市のこの間の対応っていうのはね、イスラエルのね、親分ね、米国政府のね、忖度明確ですよね。まあ、2016年のね、オバマね、ね、広島来た時ね、平和公園に死がね、降ってきたとか言ってるけどね、あれはもう他人事ですよね。
まあそれもひどいけどね、広島サミット自体もひどいですよね。だからサミットのね、前にね、裸足の弦と第五福竜丸の教材から削除、うん、こんなのも見え見えですよ、ね。G7 広島サミット、ね、直前の県議選に私除くね、市内の県議候補、政党公認推薦あった人はね、すべてね、市民団体やマスコミのアンケートを出して、G7 サミットの開催に期待するとかね、開催を評価とかね、回答してましたけどね。だってね、原爆投下への反省もね、ないね、米国を筆頭とするね、白人帝国主義の国に何をね、するんかって話ですよね。欧州ではね、左右問わずね、反グローバリズムの観点から G7 とか EU 自体に懐疑的な声も多い中でね、サミットに、ね、疑問を持つ声はね、サーも含めてね、広島ではね、少なかった。含めてね、広島ではね、少なかったというのはね、本当ね、驚きでした。もちろんね、広島宣言、広島ビジョンが出てからね、慌ててね、かなりね、怒る姿勢に転じたね、議員さんとかもいらっしゃいましたけどね。うん。だからやっぱそれまでちょっとぬるかったですね。で、一方でね、イスラエル蛮行支持し続けることで、ね、まあ、日本以外の G7 の評判というのはね、まあ、いわゆる人徳なる国の徳、国徳はただ下がりになると思いますよね。日本経済もね、やばいしね、けどね、まあ、米国経済も大概ですね。ますます米国の地位っていうのはね、相対的地位も落ちていく中でね、日本の中央政府はちょっと難しいかもしれんけどね、じゃあ自治体以外は広島市、広島県、中央政府のね、米国従属とはね、距離をね、置いて考え、行動したらいいんだなと思うけどね。30年前はね、平岡市長の時に開催されたアジア大会、まさにね、アジアの中の広島、これを進めていくチャンスだったんです。ところが今はね、完全に米国忖度と広島に展開してね、具体的に言ったらね、謝罪もね、反省もない米国政府、相手にね、姉妹、公園、協定結んじゃった、パールハーバーとの姉妹協定を結んじゃった、そこですよね。しかもパールハーバーって、あれ、核も含む攻撃などの軍事施設ですよ。ね、平和公園とね、パールハーバーっておかしい話です。で、それからね、広島市長と比べてもね、広島県知事の平和記念式典の挨拶はいいんだけどね、知事の場合はね、本業の県政でね、米国などの、ね、グローバル外資企業に大雨でした。まあ、ね、県議会で問題となっている、エソール広島の家賃問題も、震源地やね、ヒルトンホテルに旧エソール、ね、東警察の跡地の随意契約で売り飛ばしちゃったことがあるんですよね。ね。で、浅見区にはね、外資巨大企業の参拝処分場をね、購入して大幅拡張してる。ね。神安ですよね。外資系企業によるね、参入所得の、ね、参拝処分場そのものもね、じゃあ、水源補填の観点から多くのね、他の都道府県が指数条例できてるのにね、広島ではできていないという問題。ね。アメリカに媚びちゃうね、市長さん。新自由主義、米国流新自由主義グローバリズムの知事さん、ね、こういう方向でいいんですかとね。イスラエルの暴走契機にね、米国もね、落ちてる時にこれでいいんですかって話ですよ。で、広島もね、これ問われるわけですよ。ね、我が広島瀬戸内新聞ではですね、広島市長宛てね、7月30日、そして9月12日にね、市議会宛てにパレスチナ諸国を含むすべてのね、国を平和記念式に招待するようね、署名やね、陳情をね、提出しました。ね、市議会では9月12日に付託されましたんでね、ぜひね、期待したいと思いました。18日にはね、また元イスラエル軍の、ね、兵士、ダニーネフセサーさんを、ね、お招きしての、ね、講演会も開催しました、武力で平和は生まれないということでね、講演会をね、しております。またね、原爆ドーム前ではね、イスラエルによる侵略に反対をする、ね、スタンディングをね、夕方に前にしておられる皆様いらっしゃいます。そういった皆様方とね、粘り強く頑張り合いたいと思います。平和都市として、メイク広島、グレート、アゲイン。カープね、来年もね、こそ優勝してほしいですけれどもね、平和都市としても、メイク広島、グレート、アゲインと、いうことでね、お互いね、頑張り合っていきたいと思います。広島庶民革命で、メイク広島、グレート、アゲイン。それでは皆さん、最後までありがとうございました。それではね、雨の方もね、お気をつけください。それでは失礼。